日向坂46加藤志保、卒業発表の同期、影山優佳との絆を明かす、これからもずっとお友達です。2月21日に放送された文化放送、レコメンに、日向坂46、加藤志保が出演。2月17日に、次のシングルでの活動をもって卒業することを発表をした同グループのメンバーである影山優佳について話す場面があった。番組中、同期、レアル1期生の影山が卒業発表をした件について、加藤は、結構よく2人でご飯行ったり、影山さんの家行ったりとか、私的にはすごい仲良いので、と話しつつ、ちょっとあれですよね、メンバーなので、うすうす感じては。感じる時はありましたけども、ファンの皆さんとかはすごいびっくりされたかなって思います。一期生の中でダントツで最年少なので、と話した。また加藤は、次のシングルいっぱいってことで、まだまだ一緒に活動できるので、一緒にアイドル活動を楽しめたらなって思います、と言い、これからもずっとお友達です。ずっと友達って伝えました。すぐに、などと語っていた。